1990年の清水商業はとにかく強かった。新年度が始まり、静岡県新人戦では優勝、東海地区の優勝チームが集まって争われる東海大会でも、3試合を無失点で全く危なげなく優勝している。高校総体の静岡県予選でも、全5試合無失点での優勝。決勝では、強豪清水東に対しても、試合を有利に進め2対0で勝利し、2年連続高校総体出場を決めた。高校総体の全国大会でも、全く危なげない戦いで、決勝までの4試合を無失点で勝ち上がってきた。決勝の南宇和戦では、開始早々先制点を許すも、その後しっかり逆転し、高校総体連覇を飾った。横浜ベイブリッジカップでは、クラブユースの U、読売サッカークラブに快勝。決勝でも、ライバル国見高校との戦いは、点の取り合いとなったが、PK 戦で勝利し優勝した。昨年のプレ大会を経て始まった第1回全日本ユース選手権大会。準決勝では、国見高校との点の取り合いに勝利し、決勝でも、習志野高校に勝利。プレ大会を含めると、2連覇を達成した。四高校総体全日本ユースの2冠を達成し、ここまで公式戦無敗で迎えた高校選手権。いつもなら、全国で優勝するより難しいと言われている静岡県予選を戦う予定だったが、戦うことなく全国大会へ出場することとなった。これは、七海、大岩などの選手が、アジアユース選手権の日程と高校選手権予選の日程が重なり、ユース代表に選手を派遣していた埼玉の武南、千葉の習志野、長崎の国見とともに、推薦枠での選手権全国大会出場が決まったためである。予選免除で迎えた選手権全国大会。1回戦では、佐賀学園に6対0で大勝。2回戦では、千葉の名門、市立船橋と対戦。先制される苦しい展開であったが、他校のゴールで同点に追いつき、辛くも PK 戦を制した。続く3回戦では、昨年の高校総体決勝で圧勝していた埼玉の強豪、大宮東。フォワード梅原のゴールで先制するも、同点に追いつかれ、圧倒的に攻めながらも、相手の粘り強い守備の前に追加点が取れず、PK 戦での敗戦となり、残念ながら、公式戦無敗での初の高校3冠とはならなかった。しかし、引き分けでも、PK 戦での敗退は、公式記録では引き分けという扱いのため、正確に言うと、今年の清水商業は、無敗と言ってもいいのかもしれない。それぐらい、本当に強いチームだった。1990年の清水商業の強さの要因として挙げられるのは、その選手層の厚さである。第69回全国高校サッカー選手権選手登録20名のうち、実に12名が、後に J リーガーとなっている。この年の司令塔として活躍した元日本代表のミッドフィルダー七海博は、僕の学年は、中学時代の東海選抜12人が、清少に来た。お互いのことはよく分かっていたし、ピッチで、いろんなことを言い合って、妥協はしなかった。そういう意味では、プロっぽいところはあった。ある試合では、スタメン11名のうち、10名が、J リーガーという陣容があった。当時は、日本には、まだプロリーグがなく、卒業後、ウィングの山田貴弘のみ、日産自動車へ加入し、残りのメンバーは、大学経由で J リーグ入りした。当時1年生の平野隆は、卒業後、そのまま名古屋グランパスへ加入した。特に評価されるのは、J リーグに加入してるチームが、まだ少ない14チームの時に、大学経由を含めて、たくさんの選手が J リーガーとなることは、今のように、J3 まで50チーム以上が乱立する時代と比べ、かなりのハードルが高い中での結果は高く評価するべきである。そして、注目すべきは、ディフェンダー大岩、ミッドフィルダー望月重義、七海、フォワード山田、平野の5名が日本代表に選出され、活躍してる点も見逃せない。J リーガーではないが、2年生ミッドフィルダー鈴木博一、フォワード山田や他校が怪我した時に、十分に穴を埋める大活躍したフォワード梅原や2年生の川口、ストッパーの宮部などレギュラーの J リーガーに遜色のない実力者が多いのも、この年の清水商業の強さを要因でもある。もう勝つのは当たり前。テーマはどう勝つか。その域に達していたなと、七海は当時を振り返る。当時の強豪校は全国を回っていろいろなチームと試合をすることで強化を図っていたが、
清水商業の場合、実力差が大きすぎて、練習試合の相手になってくれなかった。そのような理由もあり、練習試合は、相手が同じ高校生ではなく、JSL、日本サッカーリーグ所属の社会人チームを、相手に試合をすることが多くなった。浜松市の本田技研、磐田市のヤマハ発動機、裾野市のトヨタ自動車などの胸を借りて、強化を図っていた。日本リーグ所属で、静岡県裾野市の東富士を活動拠点にしていたトヨタ自動車とは、何度も練習試合をして、勝つことも珍しくなかった。93年の J リーグ誕生時に、名古屋グランパスの母体となったチームだ。なんだこいつらと思った。当時の日本リーグは、蹴って走るシンプルなスタイルが多かったけど、清翔は、パスをしっかりつなぐし、七海が、抜群のセンスで攻撃を操っていた。体格に物を言わせようとしても、彼らの技術はそれを超えていた。練習試合をするのが本当に嫌だった。高校生に負けるかもしれないんだから、名古屋の主力ディフェンダーとなった藤川久隆は、30年近く経っても、はっきりと覚えていた。選手権直前の12月にも、日産の胸を借り、相手が、控え選手を並べた前半は、2対2の同点で折り返す。主力メンバーと対峙した後半は、3点を奪われたが、清翔は、山田と望月重義が出場していなかったという。他の追随を許さない、優勝候補の筆頭として、高校サッカー界のモンスターチームは、選手権へ挑んでいくのである。結果的に、清翔は、9月中旬の全日本ユース選手権を最後に、公式戦を戦っていなかった。全国でも、有数の激戦区である静岡県予選を通して、チームと選手が成長する機会を失ってしまったのである。真剣勝負ならではの緊張感や、負けたら終わりのトーナメント戦における試合感も失ってしまった。もっと言えば、ユース代表や国体選抜などに、絶えず主力を供給してきたため、チーム全体で練習をする時間も限られていた。ライバルたちが、冬に向けて、戦術的な練り度を上げていく時期に、清翔は異なる時間軸を過ごさざるを得なかったのである。強豪ゆえの悩みもあった。出場した大会で、漏れなく優勝を勝ち取ってきたということは、消化試合数がそれだけ多かったということだ。11月のアジアユース決勝大会を怪我で欠場した山田は、インターハイ途中でも右足太ももを痛めていた。チームのキャプテンは、選手権のピッチに立っているものの、左足太ももにはテーピングが巻かれていた。秋に体育祭があって、山田がクラス対抗リレーに出てね。クラスメートの前を通るときに、張り切ってスピードを上げた瞬間、太もも裏をブチッとやってしまった。それで終わり。絶対的なエースが、万全の状態で迎えられず、周りの選手も不安になってしまった。高校生が1年間勝ち続けるのは不可能に近い。メディアに取り上げられて、学校の中でも期待が膨れ上がって、選手も私も、精神的にいっぱいいっぱいだった。主力の離脱は、分厚い選手層でカバーしてきた。大滝監督は、ブラジルからフィジカルトレーナーを招聘し、コンディショニングに、細心の注意を払っていた。それでも、山田や他校といった重要なピースがトップフォームでなかったのは、トーナメントを勝ち抜くための運や、好きに恵まれていないことの暗示だったのかもしれない。あまりにも強すぎたことで、メディアで大きく扱われ、選手権の直前に、老舗の専門誌が特集記事を組んで、詳細な清水商業対策が掲載されていた。その影響なのか、選手権では、対戦相手にがっちりと守られ、七海や山田には、厳しくマンワークされる状態となった。選手権2回戦での市立船橋戦でも、相手は、しっかり守りを固め、七海を執拗にマークしたのは、同じ学年で、お笑い芸人、ペナルティのワッキーこと、脇田康人だった。強すぎる清水商業には、守りに守って、PK 戦で勝つというのが、倒すたった一つの方法だったかもしれない。格上の社会人と試合をすることで、強化はされていたが、格下の高校生が、徹底的に守りに入ったとき、どのように崩していくのかという対策が不足していたのかもしれない。1990年の清水商業は、現在でも、高校サッカー史上、最強のチームの一つと言われ、スタメンの10人が、後に、J リーガーになるなど、圧倒的な選手層を誇っていた。この大会でも、決勝まで無失点で勝ち上がった。
決勝の相手は1月の選手権を四国で初めて制した南宇和と対戦。試合開始早々、南宇和のエースフォワード西田のゴールで先制される。しかし清水商業はすぐに同点に追いつく。相手のクリアボールを拾った2年生ミッドフィルダー鈴木弘和が左足で豪快に蹴り込み、1対1の同点に追いついた。後半、名波の右サイドの展開から右ウィング山田が持ち込み、ゴール前へのクロス。フリーで待ち構えていた他校が頭で合わせ2対1と逆転した。中盤、南宇和の猛攻をしっかり防ぎ、ゴールを許さずそのままタイムアップ。清水商業が高校総体連覇を達成した。昨年実施された全日本ユースのプレ大会を制した清水商業は、翌年の第1回全日本ユースでも圧倒的な強さを見せつけた。準決勝では、後にこの年の選手権で優勝する国見高校との対戦は激しい点の取り合いとなったが勝利し、決勝進出を決めた。決勝の相手は名将本田雄一郎監督率いる千葉の習志野高校。前半を0対0で折り返し、後半20分、名波のコーナーキックをファーで待ち構えていた途中出場の1年生フォワードの沖津が頭で合わせて、清水商業が欲しかった先制点を取る。終了間際の後半43分、左サイドからウイングの山田の折り返しを相手ゴールキーパーが弾いたこぼれ球をミッドフィルダーの千月重義が蹴り込み、2対0と点差を広げた。そして試合終了、清水商業が昨年のプレ大会に続き圧倒的な強さで全日本ユース初代王者となった。
いよいよ年間無敗で初の高校三冠を目指す第69回全国高校サッカー選手権大会が開幕した。清水商業は優勝候補の筆頭としてシードではなく1回戦からの登場となった。清水商業は立ち上がりこそ攻めあぐんだが、前半半ばからペースに乗り一方的にゲームをしまい、次々に得点を重ねた。前半17分、望月重義のパスを梅原が合わせて先制。後半15分には大岩からのパスを受けた七海が相手ディフェンダーをうまく外し、左足で豪快に蹴り込み3対0とリードを広げた。七海は後半アディショナルタイムにも左サイドからのクロスで川口のゴールをアシストし、清水商業が6対0で佐賀学園を大勝、市立船橋の末2回戦へ進出した。市立船橋戦では後半9分にこぼれ球から先制ゴールを許し、苦しい展開となった。しかし後半28分、七海の絶妙なバックパスを他校が蹴り込み同点に追いつき、勝負は PK 戦となった。その PK 戦も両チーム5人ずつ蹴っても勝負はつかず、サドンデスへの突入した。沖妻強烈に叩き込み、市立船橋にプレッシャーをかける。対する市立船橋も後のお笑い芸人ペナルティ、ワッキーこと脇田康人が冷静に決める。一律船橋8人目のキッカー和田のキックを清水商業のゴールキーパー大石が見事に4手ストップし、辛くも3回戦進出を決めた。3回戦の大宮東戦では前半10分、七海のパスを受けた沖津が持ち込みシュート、ポストに跳ね返ったボールを梅原が合わせて幸先よく先制した。しかし前半36分、パスミスから大宮東のフォワード今倉が抜け出し同点に追いつかれた。大宮東の決定機はこの1本のみで、後半は清水商業の単調な攻めにも助けられ、勝負は昨日に続いて PK 戦となった。苦しい状況となった清水商業の5人目のキッカーはディフェンダー薩川。薩川のキックも止められ、優勝大本命だった清水商業が敗れ、高校総体全日本ユースとの3冠を達成することはできなかった。